お元気ですか？ラベンダーの岡田真理奈です。モーニング娘。ワンセブンの福村瑞希です。この番組はアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、今知りたい話題や活動に接近していく番組です。新しい出会いを提供できるようにジャンルを問わずお届けしていきますので、どうぞ最後までお楽しみください。ということで今回の MC、はい、私たち2人ということで、ちょっと楽しみ、はい、嬉しい、はい、まあ、初めましての方もいらっしゃるかもしれませんので、まずはそれぞれの自己紹介と活動についてお話ししていきたいと思います。私岡田真理奈はラベンダーで活動中です。9月6日にはミニアルバムリスタートがリリースされますが、リード曲ぶっぱなすベイビーアイラブヤーはミュージックビデオも公開されていますので、ぜひご覧ください。ちなみにですね、私の最近はピアノにハマりました、はい、すごいそう、半年前ぐらいから、うんうん、こうライブでとか弾けたらいいなと思ってピアノ練習し始めて、うん、もう最近なんかこう歌うこと忘れるぐらいピアノ弾いちゃうみたいなえ、ボーカルですよね。そう、ボーカルやりつつなんかこうアコースティックライブとかだとピアノばっかりやるんで、はい、なんかね、最近は対バンでキーボード弾いてって言われたりとか、かっこいい。なんか何を目指してるのか分かんなくなってなんか多趣味ですよね。そう、釣りとピアノって感じ、最近の2大趣味ですね。さっきネイルも自分でやった、めちゃめちゃ綺麗だからすごいなと思ってありがとうございます。今度ぜひ肌でやりますね。はい。そう、3日で取れるけど、3日で取れるネイル。取れちゃうんですか？取れちゃうんですけどね。そうか。え、何もやってないんだ。何もやってないです。ボロボロ。いやでもね、あの、しょうがないしょうがない。忙しいからね。また今度ね。はい、ということでお願いします。私、福村瑞希はモーニング娘。ワンセブンで活動中です。現在9代目リーダーを務めさせていただいています。今年の9月にはモーニング娘。が結成20周年を迎えるので、メンバーも気合バッチリです。そして9月23日からは20周年記念コンサートツアー2017秋 We Are モーニング娘。もスタートします。最近の私なんですけど、迷ってることがあって、うん、犬派か猫派今さらなんか犬をずっと飼ってるんですけど、うん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 、お母さんが猫派なんですよ、うん、で、なんだろう、猫の可愛さをすごいこう伝えられたりとか動画を見せられたりして、うん、猫も可愛いって思ってきて、あー、なんかうちのメンバーが、うん、田中さんも、うん、マリンも猫派なんです。あ、そう、2人とも猫飼ったことがあって、うんうん、で私だけ、まあ、何も飼ってないんだけど、うん、犬派で、昔ね、犬屋さんでね、あの、お手伝いしてたの、働いて犬屋さんそう、犬屋さんで、だからそこは負けないで、うん、犬派でいてほしいと思います。でもちょっと猫も可愛いんだよ。いや猫も可愛いよ、確かに。さっきも野良猫見てめっちゃ可愛いと思ったけどそう、今朝ペットショップ行って見てきて、え、本当、犬と猫がいたんですけど、犬も可愛いし猫も可愛いし、自分はどっち派なんだろうって。そこで悩んでるんだね。めちゃめちゃ今悩んでる。今日解決できるといいですねずっと悩んでます、はい、じゃあよろしくお願いしますさて、そんな私たち2人ですが、はい、まあ、ラベンダーは結成直後にこうモーニング娘さんの武道館公演でオープニングアクトさせてもらったりとか、うんうん、ツアーも一緒に帯同させてもらってましたよね。懐かしい。もうだって3年、4年前、2013年とかですね。めっちゃ前だ。懐かしい。なんかどんどん、いくつ、その時福村さんは何歳ですか？16歳。とか16歳か、はい、なんかめっちゃ大人っぽくなってくなみたいな。20歳になりました。うわ、嘘でしょでも20歳なんだ。私も24になっちゃった。あ、そうだ。その時はまだ19歳です。19歳でしたね。そう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 、あの時の岡森さんよりと年上なんですね。そうなのよ、やばいね。なんかすごいイメージが大人なイメージだったから、うん、入ってきた時からでしょ。そうね、高校生からイメージ変わんないってよく言われるそうだから、そうなんかそんな大人っぽくなれてるかなって。え、めっちゃなってる。本当ですか？なんかね、色気がすごい出てる本当ですか？そう、驚いた、久しぶりに会ってなんで、まあ今日はね、はい、あの、二人ともちょっと久しぶりの、うん、まあ、会話会話ですね。福村さんって呼べばいいかな。え、なんかちょっと遠くない？福ちゃんって呼んでください。じゃあ福ちゃんで、おかまりさんにしよう。じゃあそうしよう。じゃあそんな二人なんでよろしくお願いします。はい、お願いします。それでは今回のアプカミスタートです。アプカミ。お届けするのはラベンダーの映像です。今回は8月12日に新宿レニーで行った公演からゲームをご覧いただきます。どうぞ。あなたとそう広げたかったじゃない。始まりは
私のものになったらどうするの？出てくるの？この小さい全てでいいとこまで行くだけで働きゃ意味ないじゃんね。泳がせて餌を抜き語るそのタイミング待つの。恐れるがいい、さあどうぞ。タイムは無しどう来るの？私にとってある意味に過ぎない。生き残るために男の扱いに学んできた感は、一気に距離を縮めすぐ大人の関係を持つ。あんたの忘れていただく俺の私の欲情を、大事な人奪われる気持ち、どん底でしょ。まるでこの世の終わり、その表情は見もの。この小さい全てが手に入ればつまらなくて、そうこの人に気持ち悪い。目の前で言ってあげるのもいらないから、変革で次新たな敵探し、私はまた始めるの。スイッチ押し煙セット。この小さい全てが手に入ればつまらなくて、そうこの人に気持ち悪い。私はまた始めるの。スイッチ押し煙セット。はい、ラベンダーの最終日ライブ終わりました。盛り上がってっていう言葉でしか、なんかもういつから言うやんって思えるかもしれんけど、なんか本当に終わるのがもう超早かった。1分かぐらいの勢いで。そうですね、本当一瞬でしたね。でもちょっとサプライズもね、そうサプライズもあったりとか。夏にちなんで渚のシチュエーションを1年ぶりそれがやったりとか、あとなんかまあ最終日にスペシャルでダンサーさんが出てくれたりとかして、はい、本当にスペシャルな今までにない最終日になったと思います、はい、でまあ最終日終わって悲しいけど、すぐまた9月6日にね、はい、ミニアルバム発売してリリースイベントがまたそこから始まるので、皆さんぜひあのホームページをチェックして全部来てください。その時でもいいよ、この T シャツ着てくれるの。T シャツ田中さんめっちゃ推してますから。全然誰も買ってくれてなかった、そうですね、全然知らなかったけど、そう気に入ってますんで、そうこれと一緒にこうやってしてリリーベに来てください。ということで今日は来てくださった皆さん本当にありがとうございました。そして9月6日にミニアルバムリスタートが発売になりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。このゲームは9月6日発売のミニアルバムリスタートに収録されている楽曲です。はい、ということでご覧いただいたライブは、はい、7月から行ったかなツアーのファイナル公演だったんですけれども、かっこよかった。ありがとうございます。はい、このゲームっていう曲は、はい、田中さんが作詞なんですよ。そう、すごい。今回のリスタートっていうアルバムには田中さん作詞の曲が3曲あって、で私が1曲作詞作曲してるんですけど、もうこのねゲームの歌詞はねちょっとびっくりするような、なんだろうな、なんかね男を取るゲームみたいな、取り合うゲーム、取り合うじゃないな、どん底やってます。そう、どん底みたいなゲームで、そんなゲームあるのかなと思って
そうそうそう、田中さんが結構その恋愛のね漫画とかドラマ見たりとかして、はいはい、こうまあなんか書いた歌詞みたいなんだけど、こう恋愛ドラマとか見る？見ます。あ、本当？もう結構好き？めっちゃドラマ見てキュンキュン。うわー、そうなんだ。まあ、あの私はね今回旅立ちの鐘っていう曲を作詞作曲したんで、それも恋愛のね曲なんで、ぜひ聴いてください。そんな最新ミニアルバムリスタートではラベンダーの新しい一面もたくさん詰め込んでいます。今後ライブやリリースイベントなんかもありますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。アプカミ。お届けするのはモーニング娘。17の映像です。今回は8月17日にネックス新潟で行った公演から歌方サタデーナイトをご覧いただきます。どうぞ。おとなしとかわかってないね。そんなことじゃきっと週末になりゃびっくり腰浮かす。あざとどくしとはみこるショーツ、そんなもんはスルーでいいじゃないか。私だけにしかきっと踊れない、そんなビビトがある。サタデーナイトはライブでもとっても盛り上がる一曲になっています。今回はナルチカという公演でこうお客さんとなるべく近くでこう、はい、なんていうの、歌ってるのを見てもらおうっていうイベントを3日間、福井県、富山県、新潟県とこう3会場で6公演行ったんですけど、なんかいつもと違ったのはこういつも振り付け、モーニング娘。は結構振り付けが決まっているんですけど、それを煽りに変えたところがたくさんあって、でなんだろうな、こういつも遠くを見るようにとか、こうなんだろう、会場の一番奥までってこう気にするんですけど、うん、もうなんか奥までっていうか、もうなんかすごい圧がすごくて、ファンの方たちのだからなんていうのかな、すごいなんか笑っちゃうっていうか、もう声も直にバーって聞こえてくるし、なんかもういつもと違うことがいっぱいありすぎて、こう驚いたこともこうあるんですけど、でもめちゃめちゃ近くて楽しかったです。なんかメンバー同士もすごい近かったもんね。うん、もうすごいびっくりした。本当に
14人いるんですけど今のモーニング娘。一列横に立てるのか心配だったんです誰か袖から出てきそうだもんね、まあ、若干出ちゃったメンバーもやっぱ曲によってはあったんですけど、うん、でも、そういった意味でもやっぱナルチカ6公演達成できたのは嬉しかったですね。すごいナルチカ楽しそうって思いました、うん、今見てすごいライブハウス、ライブハウスやってるのか、もうドキドキでいっぱいで、こう熱気とかも1曲目から来るんですよ、うんうんうん、だからすっごい暑くてもうびしょびしょになりながら、でもファンの人も多分すごい嬉しいでしょうね、なんかこうちょっと目の前向いたらさ、なんか結構、うん、ね、足みたいな。そうですよ、もうしゃがんだら 顔だから。そうだよね、そうだよね、なんかちょっとこっちもさ、どういうなんかね、そう、どうしたらいいんだろうってなったりとかもするけど、でもめちゃめちゃ楽しくて、楽屋とかもちょっとこうちっちゃいんですよ、だからみんなで一つのソファーにこう、そっか、14人いたら確かにそう、だからでもそういうのもなんか楽しかったなって思って、またぜひコンサートしたいなって、ナルチカやりたいなって思いました、はい、モーニング娘。の20周年、私も現役メンバーとしてすごく、気持ちが引き締まっているんですが、先輩方が作ってきてくださったこの偉大な歴史をかみしめつつ、最新のモーニング娘。も常に更新していきたいと思います。アプカミ、お届けするのはエリック福崎さんの映像です。今回は7月1日に横浜バーバーバーで行われた公演から、あの恋の物語をご覧いただきます。どうぞ。ちょっと前よ、Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir.Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el malQue le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existirAdorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Llévatela Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender a todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscuraAdorarte para mí fue religión
y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Muchas gracias.はい、ということで、まあ、エリックさんやっぱり歌唱力が半端ないですよね。めっちゃ上手です ね。この間その私も昔はミュージックフェスタっていうイベントで結構ご一緒させてもらったんですけど、はい、久しぶりに3年ぶりぐらいかな、はい、岡マリンマリンと私でアコースティックライブを定期的にやってて、うんうんうん、で私のピアノとマリンのギターと歌でやってるんですけど、それにエリックさんがゲスト出演してくれて、そう急遽なんかこう車の中で歌ってた曲をやったりとか、すごいなんかね、その一緒にやると音楽がめちゃくちゃ楽しいって思える才能の持ち主というか、うん、本当にこうその場で歌ったものに伴奏をつけたりとか、すごい、もうそういうのが一瞬でできちゃう人だから、すごいテレビでしか見たことない、ね、本当に素晴らしいなってまあ改めて思ったんですけれども、はい、まあ、ステージでも、ね、オフでも本当に常にポジティブオーラが出てる。それはわかります、すごいそれは感じますよ。たまにお会いするとポジティブさはすごい伝わってきます。本当にこう天性の楽しませる力を持ってる人というか、うん、そのエリックさんなんですけれども、まあ音楽的ルーツとセンスが融合した今回のラテンカバーミニアルバム、皆さんもぜひチェックしてみてください。アプカミ、お届けするのは堀内孝雄さんの映像です。今回は8月19日にコットンクラブで行われた公演から遠くで汽笛を聞きながらをご覧いただきます。どうぞ。乾杯も忘れたな。悩み続けた日々がまるで嘘のように忘れられる時が来るまで心を閉じたまま暮らしてゆこう。遠くで汽笛を聞きながら何も良いことがなかったこの街で俺を見捨てた人を恨んで生きるより幼い心秘めた虚しい涙
泣き明かして、自分の言葉に嘘つくまい、人を裏切るまい、生きてゆきたい、遠くで頂いた。遠くで汽笛を聴きながらは1976年にリリースされたアリスのシングル曲です。谷村新司さんが作詞、そして堀内孝雄さんが作曲されたナンバーです。はい、ということで、とにかくなんかもうすごいしか出てこない、なんか胸に響くというか、ね、本当に歌詞がなんかすごいこう入ってくる、説得力が、ね、ものすごかったですね。なんかやっぱバンドてか生バンドで歌ってる堀内さんの声っていうのがなんかもう素晴らしかったけど、福、ちゃんもささっき生バンドで歌ってみたいって言ってたじゃん、はいはいはい、なんかああいう感じとか、どう、なんか興味ある？あります。ああいうライブ、そう、自分が楽器を弾けないから、そのできないけど、なんだろう、歌、なんていうのかな、やっぱり生バンドって全然違うじゃないですか、ね、だからそれやってみたいなって、ね、超素敵だった。本当になんかああいうすごい上手い人たちの中にさ混じるの怖いけど一回歌ってみたいなコーラスでもとか思っちゃう、私も、ちょっと堀内さんぜひコーラスに起用してください。いやいや、すごい。はい、ということで私たちにとっても尊敬すべき大先輩の堀内孝雄さん、今後のコンサートにでも発表されておりますので、詳しい情報は堀内孝雄さんの公式サイトをぜひご覧ください。アプカミお届けするのはアンジュルムの映像です。今回は8月2日に音玉シースタジオで行われた公演から友よをご覧いただきます。どうぞ。ということで、それでは最後の曲、この曲で盛り上がりたいと思います。友よ、
夜はスマイレージアンジュルムセレクションアルバム大器晩成に収録されている楽曲です。作詞は児玉あめ子さん、作曲は中島拓衣さんです。いやすごく熱そうでね、でもなんかもうめちゃめちゃ楽しそうで、声に何だろう、笑っているのが乗ってるくらいすごく笑顔いっぱいのライブ、ね、ライブでしたね。いやでも熱そう熱そう、音玉アシスタジオで私も一回ライブしたことあるけど、すっごい熱くて、ね、下もお客さんの下も砂浜だから、本当に夏っていう感じのライブでしたけど、すごい楽しそうだったね、アンジュルムね。アンジュルムに新メンバーも加入して、2人、船木結ぶちゃんと川村彩乃ちゃんの2人が加入して、はいはい、こうまだ間もないのにすごいなんかこう一つに一体感がすごかった、なってたので、すごくかっこよかったなっていうふうに思いました、はい。9月10日からはライブツアー2017秋ブラック&ホワイトもスタートするアンジュルム、こちらも注目です。お届けするのは特別企画です。今年2017年に結成20周年を迎えるモーニング娘。グループの活動の歴史や在籍時代の思い出、忘れられない瞬間を歴代メンバーが語っています。今回はモーニング娘。の5期メンバー新垣梨沙さんのインタビューをご覧いただきます。どうぞ。最悪ですよ、あんな髪型。本当にやりたくなかった。でもあの時はやりたくないとか思ってないんですよ。なんか言われるんですよ、上の人から。なんか新垣はこれでこれでみたいな。でその時はまだ12歳だし、あ、はいみたいな感じでやってたんですけど、今の新メンバーはね、ほんと可愛いおしゃれな髪型させてもらってて、今思えばですよ。だからあの時は別に何とも思ってない、ただもうやれって言われたものやって普通に一生懸命やろうと思ってたから、嫌だっていう気持ちもなかったっていうあれですけど、で振り返られるじゃないですか、こうやって20周年とかで。絶対永遠にあれが出ちゃうわけですよ、ウルトラの母みたいな。もうほんと嫌だなと思って、なんで恨むよね、ほんとになんであれにしたんですか私だけみたいな。愛ちゃんとか可愛いポニーテールとかなのにさ、なんであんなって思ったけど、まあ確かに言う通り、ほんと13人もいて、あのまだ新メンバーなんて名前も覚えられない時に、あの二つ結びのデコだしねみたいな風に言ってもらえてたんで、まあ悪くはなかった、他にいい手はなかったかなと思うんですけど、まああの時はあれが一番いい、ね、あのキャラ作りではあったのかなと思うんで、まあ今はいろいろ思うけど感謝はしてますね、はい。チェックチェックチェック。びっくりしました、タンポポに入るってなった時。私ミニモニと思ってて、勝手になんか入った時に4人で喋ってたんですよ。なんだと思うみたいな。いや絶対ミニモニだよガキね、マメみたいな感じで言われて、でまあこっちはプッチモニかなみたいな、なんかイメージ的に。で愛ちゃんとコンコンがタンポポみたいな感じで勝手に喋ってたから、タンポポってなった時すごいびっくりして。でも本当大好きだったんですよ、プッチモニもミニモニもタンポポも。だからすごい嬉しかったし、なんかまたその13人ではない4人とか、そういう数少ないメンバーで歌うっていうこともすごい勉強にもなったし、いい経験になりましたね。やっぱユニットっていうのは、またモーニング娘。とは違うカラーの曲も歌って、そこでまた個性が出たりとかもするんで、うん、石川さんはやっぱり唯一ずっとタンポポでやってる先輩 でやっぱりいっぱいいる中だとあんまり話せないこととかも、石川さんってすごい面倒見がいい先輩なんで、
なんかすごい気にかけてくれて、私とコンコンにもういつでもどんな時でももうダンスも付き合うよって言ってやってくれる先輩だったんで、なんかそういう意味ではモーニング娘。の時はあんまり深くは喋れないけど、こうタンポポになるとそういう時間もできるから、先輩との話すきっかけとかにもやっぱりなりましたね、でも一番あれは私誕生日だったっけな、なんかリハーサルの時に初めてモーニングに入って多分お祝いしてもらった時にメンバーに、なんかあの時はまだポラロイドみたいな、なんかデジカメとかじゃなくてポラロイドでその場で撮ってイーンって出てくれて、そこになんかメッセージ書いてくれてっていうのが、もうリハーサルだからそれこそ衣装とかじゃなくても本当にもうすっぴんに近い状態のジャージのっていうので私真ん中にしてもらって撮ってくれた時にすごい感動しました。あ、衣装着てないみたいな、まだその時なんか衣装着てないことが本当不思議だったぐらいだったんで、みんながそのなんかお誕生日もお祝いしてくれて、なんかすごい家族みたいなんですよ。なんかもう月に一度誰かしらのバースデーがやってきてみたいな、みんなで一個のケーキを食べてみたいな、なんかすごいもう一個の家族ができたようなそんな感じがすごいしてましたね、入ったばっかりの時結構野外コンサートとかも多くて、でもできないから練習をしないと本番直前までと思ってて、でも鏡がないんですよ、その野外だから。だから窓の変ななんかもううっすらしか映んないのに窓を見て4人でやってました、振り付けを。阿部さんが歌ってる、え、なんだっけ、男友達だっけ、男友達でしたっけ、男友達っていう曲があるんですけど、それでこうみんなでこうやって4人が揃ってなきゃいけないんですよ、角度とか。それをずっと永遠にもう窓の反射のあれだけで揃えて踊ってたっていうのはありますね、はい、すごい嬉しかったですね。私はやっぱり後藤さんとかとは当時も1年半ぐらいしか一緒に活動できてなかったんですよ、ちゃんと。だから改めて一緒にできたのはすごい嬉しかったし、その記念隊というなんかすごい記念すべき
グループに入れてもらって、でそこで単独ライブもやったからすごい嬉しかったけど、小春が大変だった小春がもうはちゃめちゃ野郎だから本当に。でもまあ小春がいて、またさらにその先輩たちと小春がいて、なんかその間中間管理職をまたやるみたいな感じでしたね、うん。卒業しちゃうんだみたいな感じで、しかも2人同時にみたいな。ご覧いただいたのはモーニング娘。20周年企画の映像でした。モーニング娘。の5期メンバーであり7代目リーダーでもある新垣さん、いやーなんかあれですね、こう新垣さんって私の中のイメージでは加入した時の大人っぽかったりとか、こうライブですごい弾けてる新垣さんっていうイメージがやっぱり強いんですけど、当時入った時はもう小学生とかで、確かに二つ言い訳してて、こうおでこ出して眉毛ビームってしてた新垣さん懐かしい、懐かしいっていうか、私もその時子供だったんですけど、でもそれでもやっぱり印象的でしたし、なんかとにかくなんだろう、5期メンバーさんが入ってきた時になんか元気な、めっちゃ元気でモーニング娘。が好きな人みたいな感じでこう思っていたので、やっぱりあの時の印象はすごかったと思います。確かに私もカード持ってましたもん。あ、そう、駄菓子屋さんとかのカードですね。そうそう、高橋さんたちの代までそこの駄菓子屋さんに置いてあって、うん、私もすごい引き当ててたイメージ、全員分集められなきゃなんかもうやめれないみたいな、わかりますすごいやってて、新垣さんのあの髪型のイメージがめちゃくちゃあります。うん、うん、でもなんかあれですね、加入当時からこういろんなモーニング娘。だけじゃなくて、こうタンポポに加入したりとかして、多分なんだろうな、こう一気に忙しくなったのにさらにこういろんなユニットってまた大変だったと思うんですけど、でもしっかりその時の記憶は私残っているので、モーニング娘。の記憶もなんかタンポポのさっきの Be Happy 恋の矢印のミュージックビデオとか、ああ懐かしいなみたいなすごい大好きで可愛いなって思いながら見てたなって思っていたので、なんかそんな新垣さんと一緒にモーニング娘。として一緒に活動してたっていうことに今更ながらびっくりしていますはい、アップカミオリジナルでお届けするモーニング娘。の20周年特別企画、今後もさまざまな歴代メンバーに登場していただきます。どうぞお楽しみに。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回アプカミで取り上げるのはこちらです。糖質を抑えた羊羹、そしてスローカロリーどら焼き、イエーイ
お仕事をされている方や学生の皆さんは日々の生活の中で新しいことを覚えたり確認したりの連続、うん、ということで頭を使いすぎて疲れちゃうことってありますよね。ありますね。はい、うん、そうした時には甘いものを食べて糖分の補給が必要です、うん、はい、ということで脳や神経はですね、うん、血液中のブドウ糖がエネルギー源となるわけですが、はい、脳にずっと蓄積しておくことはできないそうで、うん、常に血液からブドウ糖を供給していないと働きが鈍くなってしまうそうです。ただ健康面を考えると食べ過ぎには注意したいところですね。そんな時にすごくぴったりなのが今回ご用意した糖質を抑えた羊羹、そしてスローカロリーどら焼きなんです。じゃあ実際の商品を見てみましょうか。まずはこちらの糖質を抑えた羊羹、はい、糖質を従来の羊羹の約半分に抑えつつ、うん、小豆の風味と美味しさが感じられる絶妙な口当たりに仕上げられています。はい、すごい。ということでですね、これはちなみに文部科学省が発表した日本食品標準成分表2015の練り羊羹と比べて糖質が 49% カットということですよ。半分だ。半分、すごい。じゃあ早速、はい、なんかだってもう見た目がヘルシーだもん、うん、まだ中は見えないけどもパッケージがヘルシー、ヘルシー、食べやすそう。しかもすごい食べやすそう。チュー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 。じゃあ食べてみましょうか。はい、いただきます。すごい食べやすそうね。いただきます。うわー、こしあんだ。私もね大好きなの、こしあんとか。あ、いただきます。ビヨンって出てきましたよ、いただきます。甘い、普通に、うん、なんかカロリーオフな味しない、うんうん、食べやすい、美味しい、美味しい。これ多分全部いけちゃう全然カロリーオフにならないでもなんか疲れた時に食べたくなるし、うん、これなら忙しい人とかでも羊羹ってこう食べなきゃいけないイメージだけど、これは手で普通にこうやってなんかもし仕事しながらとかでも食べれると思うし、うまいねうまいね。よくないですかこれ。いやすごい、うん、しかもこれ食物繊維が入ってますからね。お、食物繊維は野菜が取れない人もこれで取れちゃう。素敵、うん、1本でも十分ですよこれ、うん、美味しい、うん、美味しいすごい美味しい、うん、そしてもう一品、スローカロリーどら焼き、うん、はい、こちらはですねパラチノースという甘味料が使用されているんですが、はい、パラチノースは糖質がゆっくりと吸収されていく性質があるため体に負担がかけにくいのが特徴なんだそうです。北海道の小豆、小麦などこだわりの原材料で仕立てたあんと生地はしっかりとしたあんのうまさと皮のしっとりさが感じられる商品となっています。ということでこれも食べちゃいましょう。それではいただきます。はい、いただきましょう。いただきましょう。スローカロリーって初めて聞いたね。吸収がゆっくり、すごい。そんな調節してくれるんだね、体に。うわ、優しい。はすごい、どら焼きの匂いする。うん、見た目も全然普通にどら焼き。じゃん、食べます。いただきます。うん、おいしい。うん、おいしい。普通に、うん、しみる、うん、体に、うん、おいしい。なんでスローカロリーなのか全然味からは全く感じられない、うん、わかんない。ちゃん、これはね、はい、私結構どら焼きめっちゃ食べるけど、おどら焼きの中でも本当美味しいどら焼き。おすごい。だってもうあんこのものを私に食べさせたら半端ないよ、うん、今までどれだけのあんこ食べてきたっていうねそれにはもう自信持ってるから、おかまりさんも認める最高のどら焼きです。最高のどら焼きですよこれ。いやでもこれ差し入れとかにも絶対いいですよね。うんうん、うん、絶対いい絶対いい。これ差し入れ欲しい。うん、おかまりさんへって。うわ、ほんとに全部食べちゃえばそんなひくちゃんとか書かれたらうんうん、うん、おいしい。この商品は通販サイト e ラインナップモールの里山里海ショップのページでご購入いただけます。ちなみに現在はハロープロジェクトカード、アップフロントインターナショナルカードご利用キャンペーンを実施中です。これは10月31日火曜までに e ラインナップモールでお買い物するとき、カードでお支払いいただくとポイントが2倍になっちゃうんです。ぜひご利用ください。
今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。アップカミ。続いてはアップフロント所属のタレントやアーティストが今ハマっているものやおすすめのアイテムを紹介するコーナーです。今回はどなたが登場してくれるのでしょうか。それではご覧ください。どうぞ。私が今ハマっているものはこちら、納豆です。はい、私がまあ納豆にハマりだしたのはもう幼稚園の頃からですね。もう好き嫌いが本当に激しい子供だったので、納豆ぐらいしか白米と一緒に食べれるものはなくてですね、もう毎朝毎晩小さい頃は納豆を食べていました。今でも3食のうち1回は納豆を食べているんじゃないかなと思います。まあ、納豆の何がいいのかって言ったら、まあ、何でも合う。何でも合うって言ってもご飯ぐらいしかないだろって人もね、いらっしゃると思うんですが、それは違います。私のおすすめ食べ合わせベスト5を紹介していきたいと思います。第5位、ドゥーッ、麺類全般。麺類全般、全部合います。まあ、とりあえずスープがネバつく、そして麺がネバついてこう吸いやすくなりますし、いや合わないわけがないんですよね。うん、皆さん想像してみてくださいね。合わないわけないでしょ。さあ、ということで第4位、カレーライスです。まあ、カレーといえばカレーライスのご飯の方に納豆をオンするんじゃなくて、ルーの方に納豆をオンするんですよ。そうするとカレールーに全体的に粘り気が出て、納豆のこの独特の香りがプラスされて最高になります。さあ、行きましょう。第3位、チゲ鍋です。はい、チゲ鍋、まあ今ね夏なのであんまりお鍋食べられない方もいらっしゃるんで思うんですが、まあ、冬はねキムチ鍋とかチゲ鍋とか食べる機会が増えてくると思います。キムチと納豆は合わないわけないコンビネーションなんですよ。もう絶対に合うコンビネーションなんですね。ぜひ試してみてください。そして第2位、トーストです。トースト、まあこれはちょっとこの納豆を何でも合わせるのとっつきにくいなみたいな、でこう入門編として、まあお家にトーストならよくあると思うんですよ。そして第1位は、そう、お味噌汁です。お味噌汁、いやもうお味噌汁は皆さん毎日飲まれるんじゃないですか。まあ、飲まれる方も、まあ、飲まれない方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、二平家では毎食夕飯には納豆が出るんですけれども、その中に納豆を入れて納豆お味噌汁に毎日しています。まあ、ぜひぜひ挑戦していただきたいんですが、まあ、今夏なので夏に合う納豆食べ合わせ2つほどありまして、1つ目はアイス。アイスはこの納豆を入れるんじゃな、そのまま入れるんじゃなくて納豆の粘り気の部分だけ入れるとトルコ風アイスになってめちゃくちゃ美味しいのと、あとはヨーグルトと納豆を一緒に食べても美味しいです。って思うかもしれないけど、もうぜひぜひやってみてください。皆さん納豆を美味しく食べましょう。以上、私がハマっているものでした。バイバーイ。ということで今回はピンククレスの二瓶優香ちゃんが納豆について語ってくれました。すごい。はい、ということでですね、まあ確かにね、納豆、納豆好き？納豆好きです。私も大好きなんだけど、食べ変わったいろいろあるって聞くけど、こんなにあるんだって思って、ちょっと信じがたいな。最後の方が、ね、最後の方に連れて信じづらくなってくる。最後の方に、確かに確かに確かにカレーはね、私もやったことあるの。うんうん、キムチは絶対美味しいじゃん。うんうん、トーストありますか？トーストは納豆ドッグっていうのを食べたことがあって、なんかね、どっかのパーキングエリア限定で売ってる納豆ドッグっていうのは1回だけあるけど、まあ別に食べたいって感じかな。トルコアイス風ってどうやって作るんだろうって思って、混ぜて豆抜くのかなみたいな。
って擦すんじゃない、擦すんじゃない、あーなるほど、上積みだけ、こうやってもうヨーグルトとかわかんない、ヨーグルト、いやー別々きついな、ちょっとやってみてよ、ふくちゃん、やだ怖い、いや私もやりたくないなこれ、うん、でもちょっとトースターやってみたいなって思いました。ちょっとじゃあなんか見てる方もね、こうできるものからちょっとやっていただいてうん、まあ、納豆はね、うん、美味しいですからね、うん、挑戦してみたいなって思ったし、そうですね、そうですね、なんか栄養のある食べ物なのでね、まあ、私は以前ですね、はい、このコーナーで釣りの毛針を紹介させてもらったんですけど、うん、まあ、福村さん、はい、このコーナーでお気に入り紹介してもらう時が来るかもしれないけど、でも結構ここまでこだわりのあるものを持ってこないとですよね、うん、そうだね、そうだね、ちょっと探しておこう、やっぱちょっと納豆パート2いけるんじゃないですか、これ納豆パート2もっと過激な ねもしかしたら試してめっちゃハマっちゃうかもしれないから確かに確かに、そしたらみじきも5位発表しようか、ね、はい、ちょっと考えておいてください、はい、ということで次回もアップフロント所属のタレント、アーティストがハマっているもの、そしておすすめアイテムを紹介していきます、どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアップカミ、残念ながらお別れのお時間です、はい、はい、ということで福ちゃんと2人で MC やってきましたけれども、はい、ね、楽しかった、楽しかった、なんかすごい久しぶりに話した感じもうんうん、うん、せず、うん、なんかこう昔からの知り合いみたいな感じで話せたんだけど、昔からの、まあ、昔からのというかね、うん、あれだけどね、うん、でも福ちゃんなんかこういろん なんかこう一面が見れて楽しかった、みずきも最初におかまりさんが、うん、出した声綺麗だな、どういうこと、どういうこと、あ、声が好きだなって思って、あ、本当に、いや嬉しいです、まあ、またなんかこうやってねお話しする機会があれば、うんうんうん、ね、一緒にやりたいですね、お願いします、一緒に納豆食べましょう、一緒にね、ちょっとアイスクリームをねちょっとやってみましょう、やだはい、というわけでそろそろ本当にお別れのお時間です、番組へのメッセージはこちらから、今回のアプカミ、お相手はラベンダーの岡田真里奈とモーニング娘。ワンセブンの福村瑞希でした、さようなら。